お願いします。え、ちょっとどうしますかこれはねー、裏に出ますあ。あ、な、え、ならさんが出る出ますね。出ますけど、芯取れないですね。<laughs> <laughs> じゃあ僕も出るか取れないけども、僕も出るからえ, <laughs> え <laughs> で、出る、出るわ。一緒に、一緒に、一緒に出るぜ進ローロやろ進ローやろ 昨夜は誰も死にませんでした発言ターンに入ります6番のプレイヤーが発言しますトップか特にしようございません <laughs> そうですね今回というか <laughs> 大事やなってもの占い師が2枚以上というか2枚出たとしますの時に片白先の話っていうのもちゃんと聞いていこうかなと思ってますうん白先も頑張ってほしいなって私が白もらった時もちゃんと頑張ります なん、えー、でかっていうと、うん、その白先が黒くなることによって、真の占い師の芯が下がってしまう、手は、えー、なったときに、その占い師さんがかわいそうだから、うん、なんか白もらったから、なんか、まあ、あんま発言落とさんでもいいや、占い師生産もいいわ、みたいな感じであぐらかかない方がいいかなと思ってます。うん、うーん、特に言うことないんで、回します。7番のプレイヤーが発言します。 六番さん、はい、に関しては <laughs> <の>あの占い師の白の発言をちゃんと聞こうって言うんだけどそれは当たり前の話なんでねそれは別に進行論で言われる必要はないんじゃないかなと思ってるよ、うん、あと自分はね今回は3に白出てるわけだけど当然3がね強人で黒くなるって場合もあるから例えばね、うん、3番が変なこと言って黒くなっただからといって自分の主張は嫌らないとしいかなだからそういう意味でもちゃんと発言は聞いてほしい 今回かじゃだけじゃなくてねでまあ、役に関しては、そうですね、盤面次第かなと思ってる年面次いかなと思ってる。まあ、おそらく、まあ、こういった村は、うん、大体の人がね、大体の人が一瞬目から出てくださいっていう人が多いと思ってるんでね、自分は真なんで、本当はね潜伏が好きなんだけども、皆さんのね票を回収したい、自分は真なんでね、回収したいから一瞬目出てほしいかな。8番。 のプレイヤーが発言しますすすははいいいお願いしまま特になであ6番さんに関しては完全に2周目かなって思っている特に色が落ちる要素はなかったかなって思っているまあ7番に関してもなんだろう評価移収したいですみたいなのはまあ潔いけどうーんあんまりなんだろうな真でそんな発言出んのかなとは思ったかな。 まあ自分は、まあ、7番もそうだけどもし対抗が出て22番目とかになった場合に何だろう対抗の白先で囲いがなさそうだからクロス占いしませんでしたっつって22、ねうんね、番目においてクロス占いなんか対抗の白先が白いからって、あのー、違うとこ占って白出すやつのシーンは切ります。<番> <laughs> のプレイヤーが発言しますはい、村人ジネでした。そうなんですか別によくないですか対抗 <laughs> した先が白かったら、<laughs> うん、まあ別に黒見つけたら結局そこは確信になるわけだから、うんまあ、まあ黒いところを占いに行って白に出ちゃったら、それはしゃないと思いますけど、そんな暗いですね。まあ、は片白 まあ、聞くし、あぐらを書かないでほしいってことを言いたいんでしょう。まあ、普通かなって思いましたね。まあ、七番は八番も言ったけど、まあ、イサギがいいなって思いますね。はい。うん。評価一周するために一周目から出てきてくださいっていうのは、まあ、急所でいいんじゃない,い,い <laughs> って思いますよ。はい、どれくらいです？一 <laughs> 番のプレイヤーが発言します。 はい、よろしくお願いします。僕が真の占い師、9番3白、9番3白です。えっと、7番3については分かってない。どっちか分かってないけれども、うん、7狼オ狼7狼で考えた時の6番の、それ当たり前やん、それっていう触れ方が、まあ67の、ちょっとだけ見えなかったかなとは思ったかな。で、今回9白に出てるんだけど、マジ9番3教授じゃないんだったら、めっちゃ頑張って、マジ、<laughs> マジ頑張ってほしいと思ってる。あの、期待してます、9番3。 で、えっ、ー、と、8番さんは、2二の時、クロスしないで、なんかその、どっか占って、白ってう風に打っちゃった、あの、占い師は帰れっていう風に言ってたけれども、8番さんのような人がいるから、ま、あ僕は結構クロス好きなタイプだから、僕はその、8番さんの進行には、し進行、8番さんの進行に従ってうか自分の進行がそういう風に強いと思ってるから、それするつもりだけど、するつもりだから、8、まあ、番さんからのし、あの、あれは切られないかなと思ってる。8番さん、ま、だから色は落ちないかな。どちらにせよ。 はい、お願いします。二番。のプレイヤーが発言します。はい、八白です。ランダムで八白です。2> 2占いです。いいいお願いします。はい。三使用場面ですね。はい。なんか最初七番があんまし取りきねえんだかなって思ったんだけど。まあ一番が出てきて、一七はどっちもあるかなって思ってるんで、内訳は正直わかんないですね。はい。 ただ、なんか一番の67ローローの否定っていうのが違和感があったんで、俺は結構67ローローあるぐらいの7番の6番の叩きって不当だと思っていたから、なんかライン切り。 をあえてしているように見えたからそこをわざと否定しにいってるところから、うん、なんか一番が強靭面も結構あるかなってちょっと思いましたけどねこれはわかんないっす、はい、どっち釣られてもいいからあと七番は三番に対してえ三番が強靭だった時に黒塗りされるみたいなすごいなんか三番に黒出されることに対する防衛感をすごい感じたんで7番の囲い,いもちょっとあるかな7番がローだったらぐらいに思ってます、うん、はい二周目聞いて考えたいと思いますけど九番については特に違和感なかったので二周目だと思ってますはい以上です三番 のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。三番です。よろしくお願いします。村人陣営でした。そうだな、えっ、ー、と。七一二が占い使用していて、七が自分にしろ、三にしろ、一が九にしろ、二が八にしろですね。 まあ、占いから釣っていく流れになるんだけど、まあ、あんまり1周目の精査、1周目だけでは精査ができないなと思っていて、まあ、もちろん、一番最後に入れたから2番さんの視点、視野、発言が一番伸びていたなと思っているかな。うん、だから1周目の現時点では2番さん以外の2人のどちらかから釣りを入れたいなって思っています。うん、この考え方は2周目で更新される可能性は大かなと思っていますね。 で、えー6えー、と白崎含めて触れるけど、689に関しては、まあ、なんだろう、2種いの9番さんかな、8の言ってることに対して、そうかなって僕も思ったんで、そうかなって思いつつも、そこを黒要素としないのは、まあ人として好感が持てたなというところですね。6番さんに関しては全く色が落ちないから2周目ってところですね、はいで。あとはそうだな、村に伝えたいのは、不当な殴りをされて怒る人がいるんですけど、感情的になって成功した成功者はいません。落ち着きましょう。<laughs> あれ4<番>のプレイヤーがト ?K コンサルやってるこの人。はーい、4番です。よろしくお願いします。裏いし4番目ですね。あまあ、2週目、まだ発言聞いて、釣り位置は上げたいと思います。うん、えっと、3番差と同じく。この位置では正直、釣り位置、等々は上げにくいです。はいうん、ただ、6の発言でになったのが、占い師2人出た場合はという2人の想定しかしてなかったんですよね。うん、だから、もしかしたら6が狼 だから3番さんはゃあ67ロ,ーローとかあるんちゃうかなとは思いました。まあ、これは雑な殴りやけど、その、強人が出てくることを考えてないっていう時点で、なんか6は狼なんかなとも思いました。で、8に関して、クロス、えっ、ー、と、22番目にクロスしやんかったら神経色いるって言ってて、今3四 o なんで、8占ってお城しかねえのちゃうかなと思ってます。以上です。うん、まあ、5番3に回します。お願いします。 5番のプレイヤーが発言します。はい、5番霊能者です。まあ、そうですね。よしなつろう。2周目聞いて、まあ、それぞれ今日占いから、釣りかけたいと思います。まあ、はい、基本的にあんま思考開示はしないけど。4が村のために言っておくと、あの強靭が出る出ないの思考って。なんだろう。狼でもわかんないから。 6が白、あが占い2枚出てる想定で、狂人が出ないことを想定してるって、6番が狼でも狂人が出るか出ないか分かんないし、8番の22想定で 3CO になったらって、8番が狼だったとして、狂人が占いで出てるかどうかなんて分かんないんだから、<laughs> 狂人出ない、出ることを想定しない場合って、別にそれって村だろうが狼だろうが分かんないから、うん、自身が狂人の時しか成立しないから、まあ、4番さんはちょっと思考はあったんだ方がいいと思いますよ。こだけ言っておきます。 6番のプレイヤーが発言します。うん、はい、トップバッターなんで、どの占い師から釣りたいとかっていうのは、今のところ明言できひんけど、一応7番さんに入れたいかなと思っているかな。7番さんって、なんか、なんっけ、6は白崎の話を聞くのは当たり前って、うん、そこじゃないんですよね。に、うんうん、私が言ってたのは2・2争点の話で崎の話とか聞いて でえー、城崎の人はあぐらかかんといてねっていうのが一番言いたかったのに、うん、聞くのは当たり前だよってそこじゃねえだろうと思ったんでなん,なんだろうなと思った、うん、まあでも7番さんが2周目めっちゃ芯取ってきた考え直しますで現状気になってるのは4番さんですかねうーん <laughs> なんかあのー、私は2枚が出た時っていうのは2人の想定してたっていうよりも22、うん、想定の話してて 3、一になったら占い精査が大事なんで、3、日になったときは占いどこから釣ろうかなっていう話をするつもりやったんで、それはあんまり考えてなかった、白先ってもうほぼ意味ないと思ってるんでね、ラインとかっていう、<laughs> ラインとかっていうの見えないんで、うん、で、芯切り、芯切れるかな、黒っぽいところっていうよりも芯が切れるかなってところを釣りたいと思ってて、現状7番、うん、1>, 1周目の話聞く限りでは7番さんが一番偽っぽいかなと思ってるんで、7番さんに入れたいかなと思って。 るうんそれぞれの白先893は別に変なとこないと思ってるんで4番が一番気になってるぐらいですかね、うんまあ、釣り先は変わっても文句言わないでください私はあの占い師の2周目の発言聞けないんで7番のプレイヤーが発言しますうんまあ6番は自分をねついつい持っていくのは不本意ではあるけどもう4番3番 いい視点はいいと思ってるよ、うん、4番はその位置で釣り位置を言えないと言ったけども、占い師が少なくともね、自分と1番と2番っていう3人が出てくるんだから、どこがね、2戦目だと、1番、2戦目だとか、どこが指名があるとかぐらいは言ってほしかったかな。結局、それだから釣り位と言えないと。で、6に対する叩きと8に対する指導機があまりにも雑。8番に関しては、 2が8に白を打っているが、8番はおそらくね、クロス占いをしないと芯を切るって言ってるんだけども、もちろん8番が狼だとすれば十分あり得るよね。例えば、その時っておそらく1が狼で8が狼だと思ってる。うん、その時に、ね、8が狼のだった場合。なぜなら2が8に白を打っているかという単純な理由。もし2が狼だった場合っていうのは8にスだと思ってる。2がもし 3C を読む、えーと,えー、と、芯が取 だとしてもわわざわざ書く必要がないうんこれはねちょっと位置的に問題があるんだけども自分のねシーンを見てくれないと困るが、うん、6番には是非ね1番から2番自分にはいかないでほしいかな。だから自分がいち早く行っているんだけども、うん、6番っていうのはねもし狼だったとすると結構弱い位置だから1か2どっちかの狼がおそらく囲ってくると思ってるんだよね。 盤面的には6はあんまり狼で見えないから、うん、おそらくね、えー、2が狼であれば8は白だし、1が狼であれば8が黒だと思っている。で、一番発言がおかしいのは4だと思っている。その時はおそらく1、うん、1> 4だと思っている。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。正直7番が俺に言った。 なんだろうな。クロス占いの話をしてたから、28はない、でも18があるって論は全く分かんなかったかな。唯一良かったのは4番を怪しむ点かな。えっと、6番が盤面的に狼がない、うんあの、位置的に辛いからっていうなら、別に26悪くないって思ったんだけど。 その視点って7番って持ってないのかなって思ったからなんか偽っぽいなとは思っている、うん、4番えっ、ー、とグレー的になってるのは3番4番で4番っていうのはまあ5番がほぼほぼ言ってたからいいやまあ5番と同じです3番に関しては9ってそんな印象良かったかなって、うん、まあ主観の押し付けになっちゃうかもしれないけど少なくとも1番が9に白指してて1番ですら 9はもうちょっと頑張ってって言ってる中で3番時点で8番が8番に9番がなんだろう黒塗りしようとしてないのが印象いって、うん、若干安直かなって思って9にすり寄ってるのはスールに見えたかなとは思ったかな現状オオカミっぽく見えてるのは3番4番だから3人白指してる7番は偽かなって思っているかなうんうんうん,うん,うん、うん、まあ一人の発言は聞くけど現状7番からいきたいかなって思っています以上です9番うんうん、うん のプレイヤーが発言します <laughs> はいまあ7番が1番4番と言げたたは違和感だったけどまあでも18があるっていうのは別に分かるけど、ねまあ、28だってにまずは3勝でかっ必要性がないっていうのと、うん、まあ8番がクロス内い飲んでるから、まあ、28であんまこい必要性がないってことを言ったんじゃないの知らないけど、まあ、4番はもう5番が言っている通りやから省きますって感じ 7番が狼かじったら2週目の6番の触れ方的に7番なさそうかなと思ったかな。なんか6番が7番とライン切ってに7番は6番をなんか1、2が狼だったときは6番が早麗位置だから囲わないと、あれだから盤面的に6番は白い位置でまあ6番に1、2に入れてほしいって何かあったから7ロージッなら6番を弾けるかなと思ったかな。 1> まあ1週目だけの話聞くとまあ、2番が一番しんぽいかなと思うけどね。まあ、1周目のあの発言だけに7が変わるっていうのはまだわかるからまあ、2種類はなさそうと僕は思ったけど。7番が一応ね。繋げた視点が今よくわかんないからまあ、現状一応話12の発言聞いてからだけど、まあ、7でいいかなくらいですね。はいまあ、1年発言聞いて変わるかもしれないけど、はい。1番のプレイヤーが発言します。 はい、よろしくお願いします。2周目。えっと、僕は27の内訳についてはちょっと難しいと思ってて、えっと、<laughs> 1個は、1個は最、あの、2番さんが狂人で出てくるメリットは大いにあると思っているから。それは2番さんが、えっと、たとえね、えっと、2番が狂人で7番さん、狼7番さんがもし連れたとしても、2番さんが芯を取れれば勝てるから。だから別にそこはあんまり、えっと、度外視し,して考えていきたいと思っていて、 えっと、7番さオオカミ8番さオオカミの2番さんがえ8番さんを囲っているっていう状況はあんまりないのかなというふうに思った7番さんがオオカミの時は8番さんに対してその8番さんの色結果軸での、えっと、1と2のその内訳精査みたいなことを7番さんはしないと思ったからそれはあんま考えてないかなというふうに思っています。 で、えっと、<laughs> これは7番さんの言葉を借りるとちょっとあの不本意なんだけれども、2番さん3節を目で出てきて、8番さんを囲うっていう動きも、別に弱いと、あんまりする必要がないと思うんですよ。別に8番さんは定律定まってなかったと思ったから、そこまでね。だから別にする必要ないと思ってるから、8番さんはそこそこ白いかなというふうに思っていて、僕なんか、えっと、4番さんがやっぱりちょっと気になっちゃったかな。それは単体で気になっちゃって、 えっと、7番さんは4番さんについて殴っていて2番さん,番さんはまだ話を聞いてないからわからないけれども番、えっと、人外がその参照状況下であれば、えっと、ラスールに対してするっていう行動は全然あると思っているから4番さんは単体で発言が、えっと、6番殴りの発言とかがおかしかったと思ったから単体で気になってるのは4番さんかなというふうに思ってますまあちょっと僕自分が生きれればどっちでもいいんだけど僕は2行こうかな。 あはいえっと分かんないですね一段の内訳はなんか8も白一に1番がし始めたんで1周、うん、目のあの段階で1番が強靭だったらあごめんローだったら6七の否定をして6の黒塗りをしにくくするっていう行動をあんまりしないと思ったから1番が結構強靭目かなって思ったんですけど、うん、うーんそうだな,なんか8番も白塗りをしてでかつ 8番視点で、えー、3、4怪しんでいると言っているのに3を全く触れないっていう一番の行動が、なんか、なんか気持ち悪いなって、ごめん、気持ち悪いっていうのはあの悪いんじゃないんですけど、なんか、なんかね、3を意図的に触れてないような気がしていて、そこがなんかすごい気になってますね。はい。4番の単体の発言は一番。 だっっったかななててごめんなさい思ってますけど、えっと、6番が、えー、2使用しか想定してなかったってことはなくって、えー、2枚以上、あやっぱ22の盤面の時ににって言い直して言っているだけだからしかも強靭が出ないっていうことを想定しているのは全く黒寄せではないんで、えー、4の6たたきはすごい気になったけれども71がすごい極端に4に触れているのは気になるでかつ1番が3番に全く触れてないっていう構図がなんかちょっと気になりますね。 1>, 1がローだったら三1、3、ロー、ローであえてこのムーブしてるっていうのもちょっとあるかなって思い始めてますね。はい。だから単体で言うと、えっ、ー、と、6、9からは正直プロレスを拾えていなくって、4番がちょっと気になる。占いのラインで見たときに、えー、7、3、1、3、どっちもありそうだなって思っちゃっているぐらいですね。はい。えー、ローは7、7のローが強いと思ってる。3番のプレイヤーが発言します。 はい3番、2周目発言します。五番さんが最終位置なのは強いなと思ってますね。今日絶対シーンは釣りたくないと思ってます。で、2番さんが言う通り、1番が3を触れないのは気になったなと思ってるかな。4気になって7から行きたいっていう1の思考。で、それで7の白先の3番がどう見えたのかっていうのは、1視点結構大事なんじゃないかなと思うんでね。うねん,ん、で、えっと、気になってるのは8番3かな。ただ、8が黒いからっていうよりも、気になっている、すごく。 8って3に対して、えーっと、9ってそんなに印象良かったって、これあんまり自分で触れるのもちょっと格好悪いんだけど、あくまで印象、6、8、9の中では印象がいいって言っただけで、8番さんって結局7、3、ー6ローのラインまで詰め始めて、なんかちょっと、え、えー、って、ちょっと引いちゃった。うん、自分がいますね。<laughs> で、4が怪しい、っていうのは発言内容的に怪しいって指摘する人の意見もわかるんだけど、7、1、2、4の相方がいるときに、4が、 占いまだちょっと分かんないですって言うのかなって、純粋に思っちゃったかな、俺は、うん。なんか4の発言の仕方とかから。だからそういう意味で、4が絶対黒いとまでは思わなかったかなと思ってるかな。逆にすっぱりその位置で、まあ、よく捉えれば、えー、トップ位置でしっかりと釣り位置を上げられたっていう評価点と、7ですねってきっぱり7って言えた6番さんも気になってるけどね、俺は。うん、変わらず9番さんの印象はいいかな。で、6、7の、えー、ロ,ーローはないと思ってるかな。 でやっぱり発言的には2が一番新っぽいと思っていて、1番さんからはあんまり新名を取りたいような気持ちが感じられなかったかな。1七どっちかでいいと思ってますけど、0が決めていいんじゃない<し>どっちかって言 ?17 で 1! 悪くないでしょうのプレイヤーが発言します。まあいいでしょうあ、さんまさんマジ ?1 行きたい。俺7でいいと思ってんねん今日。よし 7! ま、2新1今日7あろうやと思ってるかなー。ってぐらい。まあ、6に乗った時は雑すぎたからごめんなさいくらいかな。 まあ、釣りじゃ5番差に合わせます。ええー、気になってんの。私は7狼やと思ってるんで、つながるとこ、7がどこに白を出してたっけ ?3 白か。でも3が、ええー、と、そうそう、2番さんのおっしゃった通り、えー、っと、1が僕に触れへんかったこと、うんたらかんたらって言ったらしい。1、3ないし、でもそうなった場合、えー、っと、3が1を落としたいって言ってるから、えー、7、3、ローで、 1>, 1シーンを落としたいっていう可能性だから、えっ、ー、と、3番が1強人でおいて、うん。てか1狼か。どっちでも一1を人外において、えっ、ー、と、っていう発言だけしといて、1を落としたい。一のシーンを落としたいという考え方もできるのかなわかんねえ。まあ、7を今日は釣りたいと私は思ってます。ぐらいかなうん。7、三ど まあ、クロスしたらわかるか。7でロ落ちると思って2が結構シンやと思ってんねんけど、でも1もな。まあ2が強靭でメリット出るぐらい言ってるし、まあまあまあ、それは私でも出るし、そこは進行論違いかなぐらいで言ってるし。で、1番が、えっと、2の城先の8が白い、そこそこ白いっつってんねんな。むずっ。<laughs> 難しい。今日は7していきたいと思ってー。とりあえず白ですか。<日>発のします ああまあ、指定はしないんですけど、指定はしないんですけど、2番外して177にします。177にします。いいね、まあ、別に僕は1周目言った通り、思考解除はしないので、これは2番が新っぽいから177にしてるとか、そういう考えではないとだけは言っておきます。はい。別に僕は2番に対してどう思ってるかは言わないんで、まあ、ただ今日は2外して177にします。よし、7番投票か。ああ 4番はあのむちゃくちゃ頑張った方がいいっす。むちゃくちゃ頑張った方がいい。<laughs> うん、4番は頑張った方がいいです。これどうするかなとらけておきます。まあ、あの、考えたい人もいるだろうから、まあ、時間いっぱいまで待ちます。思考の時間を与えます。まあ、1番か7番に票を集めてください。いや、暑いっすね、最近。 三十度超えてきて <laughs> エアコンつけてめちゃくちゃ汗かく本当に人狼やりながらびしょびしょにならないでいや今クーラーつけてやってるけどめっちゃ快適っすねやっぱり <laughs> 聞こえた僕の <laughs> やっぱり部屋っていいっすね <laughs> 僕の外めっちゃ暑いもんね僕の問いかけ聞こえた今はいそろそろつきましたかはいじゃあ一七好きな方投票してください全プレイヤーの発言が終了しました若者よ そう簡単に結論を急ぐな。おっしゃあぶねえぎり。めちゃくちゃぎり。なんとか。投票が終了しました。七番。よしよしよし。追放されるプレイ見ていてくれ。<番>応援してくれ僕を。の遺言を発表してください。うーんまあ一石的に虐、ね、されるとは思ったよ。だが四のな四の人外はさ多分分かってくれたと思うよ。 4は自分を狼で置きながら3、37ってかなり懐疑的だったよね。どう考えたら6が自分を釣りをしている、8も自分を釣りをしている、9も自分を釣りをしている、中で3だけが1に行ってるんだから、4目線っていうのは自分を狼で置く場合って37しかないはずだけどね。うん、5マーさんにも突っ込めていたけど、4の陣会は硬いでしょう。う、まあ、自分は芯なんでローラーしてください。その後4釣っておそらく終わり。まあ村は勝ち確ですね。真を釣ってしまったが、 どうするかこれ。えままローラーラした後に4れおそらく勝てると思いますよ8白やだな。3白。その他に6番だけはね。6番だけは2白8つ。だってう 2>, 2の精査が聞けなかったが。ならないのか2が3占いかない限りはならないのか。4の陣が硬いと思ってるから、その5番さんのね。4が頑張ってっていうのは多分無駄と思いますよ。無駄だと思いますよ。<laughs> あーまあ、これはどうっすかな。 どっちが狼かね、おそらく1は狂人だと思いますけどね。1っていうのはおそらくね、狂人であれば、日下7に狼いるわけでしょ。で、盤面的に自分の方が狼であるであるわけだから、自分が狼だとすれば、自分は4を1しあ二2で疑ったよね。ということは1番3っていうのはね、自分が狼だよ、自分は4を疑ってるから安心して4を疑えるんだよね。ただ、おそらく自分は真なんで、4、うん。四狼ですよ、1番3。夜が更けました。人狼、人狼の。 行ってください。えーっとね。五神様。その疑いには。どんな。あの、いやでもなんか、ちょっと、グレーかみたいな。騎士っぽい人かみたいな。じゃあ、ミルメイクかむか。<laughs> ミルメイクかむか。ミルメイクかむ、かむぜ。夜。 昨夜は一名の方が亡くなりました。九番一番のプレイヤーが発言します。三番三白です。三番三白。七番さんは？七黒？七京だと思ってたわ僕。僕本当はバ番に来た。だかあの昨日言えなかったけど僕は最後いや当初からニトりに行きたいって言おうと思ってたんだよね。えっと三白なんで。 で9噛まれかそしたらよけんけんさん三白三角白ね三角白ね四番さん詰めませんか四番さん。えっと僕は八番さん昨日ちょっと白っぽく見えたって話をしたんだけれども八番さん八 <laughs> 番さんが僕正直三番さんについて触れてなかったっていうのはあのこの三番占いはまず八番さんがクロス占い大好きおじさんだったっていうのがまず1点と えっと3番について触れてなかったのはま確かになと思って一応3番の色は見ておこうかなと思っただから3番さんを占いましたで3白ね今日4番さん詰めたいなというふうに思っている4番さんてか棋士出ていいかなというふうに思ってますよ棋士出ていい4どうですか出ないグレー詰めしたいと思ってるんだけどね あの僕は以前に、えっと、新ロ朗、例えば2 7ロ6とかで、敗北したい思い出があるから、苦い思い出なんだけれども、ないでしょ、基本的には。だから、グレーを詰めたいと思っていて、あ、3騎士か <laughs> いや、4詰めたいですね。4詰めいきたい。ほんと、ヨラなりたかったんだけどね。それが丸いかなと思って3占った。二番のプレイヤーが発言しますいいぞいいぞ、いいぞこれは え4つ目、マジいいんですかアザースっていう感じなんですけど、えぇ、ー、えぇ、ー、って感じですね。<laughs> いや、3番さんが、ごめんなさい、3番さん、あの俺、真目に見てくれてるんであれば、俺が1番さん、強人っぽいって言ったの。 聞いてくれなかかっっったのかななてて思ってなんか普通に73ロールあるなって思っちゃったんですよ。7番の遺言でほぼ黒が硬いかなって思って、で、3白だったら4黒かなって、7の遺言聞いて思ってたんで、9強だったらなく<あの> <laughs> いや、あの、ちょっと怖いのが、マジであるかなって思ったのが、71ロールを3強とかマジであるかなって思ったのが怖かったんだけど。何予想なの あるわけないいやーでも3騎士でマジでありがたいなって思っててなんだろう四落としていいんだ一番てってマジでアザースっていう感じなんですけどいや絶対4音落としますよ今日えーいいんだんですよええって思っててはいえ,っ,っ,ててはいえっとそうすると3番以外にごめんね申し訳ないんだけど3番さん以外に強人っぽい位置って個人的になかったなって思ってて あのめちゃくちゃ怖いのが九番が木でしたっていうパターンだったら、もうあのごめんなさい土下座しかないんだけど。はい、え四番落としかないと思ってます。七番の昨日の遺言で、はい、ここ四かなって思ってたんで、なんか。それぐらいしかいうことなくて、ごめんなさい、すいません、はい、以上です。三番。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。三番です。記事仕様です。はい、お願いしますね。 今1の方がしんぽく見えたなと思ってます2番 1> 1の方がっっぽく見えたなっていうか、2番さんの今日の発言があまりしんぽく見えなかったなっていう感じ。どこに黒1がいるか分かんないから純粋に焦ってるような強靭像に見えたかな。7黒が見えてる今はね。ちなみに昨日僕が1釣,釣りたいかなって言った理由っていうのは、僕が最初に昨日発言した通り、一番芯を釣りたくなかった。芯を釣りたくない以外は、偽はどっちでもいいと思ってたんで、まあ、7番さんの発言って、 なんだろう疑わしい部分もあったけど、7番さんの伝えたいことが全部伝えられてないんじゃないかなって気もして、うん、どっちかっていうと、そこの7が見えてる状況での昨日の1の発言の方が、俺は2戦目があるのかなって思ったかな、昨日の時点の話ね。うん、で現在の時間軸では2の方が、今日の発言は偽っぽく見えてる、急に3番さんごめん、まあ、どっちも言ってたけど、<laughs> 3番さんごめんねって言ってたらも、なんか、うんで、結果にはどうしたらい,いんだろうなってのもうーん、と思っていますね。 うんだからまあ2強視点で見たら全然8もあるかなと思ってるから。うん、難しいところだね。そん、まあ4つ目でもいいっちゃいいけど。うん俺ね4そんな黒く見えないんだけどな。昨日4って投票も、えっと、7に入れてたよね。だから改めて思考6個をし外さなきゃいけないのは67が絶対100%ないという視点は1回外した方がいいかもしれない。6ってのは昨日1に入れてるから。かな。う,ん、うん、まあだから、 そうだね、46どっちかからするのはいいけど、わかんないんだったら俺占いで2からつって1も釣り切る,る、ね、やめてーそれはダメだそれは絶対に,に !46 でも合いますか、一旦。4段のプレイヤーが発言しますいや、まあ一番さんから、お庭さんからも4つ目でいいんちゃうと言われてて、いや、グレーなら6もあるやんと思うんですけど、はい。 まあ私目線は、えっ、ー、と、1、2、どっちが進化分かってないんで、6からつっていただきたいんです。はい。まあ、7区、まあ私、7投票したやん。3、7ロールやと思って、で、1も2も、えー、じゃあ、1も2も3を占ってんやろ。ほんじゃ、その目線を落として私は白くなるんちゃうん。じゃあ6やん、今日は。なんで俺なのおかしいって。4よ前や <laughs> おかしいよ。絶対おかしい。や 今日は6に行ってほしいですね、私は。1と2と2と2。6、8に教授になかったらきつい。んだけどかん。初日は三番さんのおっしゃったように2の方がしんぽかった。けどあの、これはちょっとあれやけど、占い派の2遅かったから、えん、ー、って思ってる。だから1の占い先を見てから重ねたという考え方も全然できるかなと思ってる。 6釣りたい方が良かったか。た、うん、だ、もう一回言うよ。3 7 6ロを提出して、で、1も2も3を占ってんのやろ。じゃ、その目線を落としたら私は白くなるし、その場合、6釣りでしょ。はい。今日、6釣ってほしいです。あ、はい、了解です。すいません。6です。6、六 <laughs> をつってくだバイト中以上。仕事中、今。 はい、以上です。僕はつらね。仕事人。はいきたいです。死ねたくない。死ね。マーキング人狼。死ねたくない。五番。のプレイヤーが発言します。まあ。あのー、今日は四六の乱で、お願いします。まあね、三番の言いたいことはわかるよ。俺もあんま四番黒く見えてないんだよな、実は。<laughs> だから頑張ってって言ったんだけど。 4の思考がね、言ってることは分かんないんだけど、言ってることは分かんないんだけど、人外かどうか分かんないんだよな。<laughs> かなり難しい位置にいるんだよな、4番って。そもそも投票だけ見ると6番の方が怪しいけどな、まあ。昨日の思考で言うと3番か8番に役いると思ってたから、まあ、まあでも、まあ、触らないしたくなる気持ちは分かるから別にいいけど。うんうん まあ今日は46のランでいいっす、46のランで。うん、はい。まあ、今日は8番つらなくていいっす。占いもいいっす。46のランでいきましょう。いやーいや、もちろん五神でいいよね。まあ、占いはどうなんだろうね。<laughs> もちろん五神さんの強靭仮の取りがありえるからね。4番さん、もし死んだ場合は、融合むちゃくちゃ頑張って。融合むちゃくちゃ頑張って。 あのへこたれないで、遺言でもあの、パッション全開でお願いします。はい、じゃあ、四・六七でいきましょう。六番のプレイヤーが発言します。はいえっと、一応、現状の思考を落としておくと。私は八番さんが狼やと思っていて、四番さんが狼であれば、<っ>絶対に占い神七という相方が落ちた場合って、占い神入れないと。<っ>結構、四・番さんって占われ、まあ、今回は三が結局占われたけど、四番さんって占,占われちゃったと思うんですね。 うん、で、8番さんが狼やと思う理由は、今日に限って2番さんがめちゃめちゃ、なんか、あのー、しっぽくなくなった。多分みんな思ってると思うんですけど、しっぽくなくなった。昨日の時点で、えー、7番さんに入れなかった理由は、私は7番さんが黒だと思ったからです。7番さんが黒で落ちてしまった場合に、占い師がが絶対に入ると思ったから、占い師が芯抜かれた時に、結果があまりにも落ちなくって、殴り合いなのがめちゃめちゃ嫌やったから、 一番さん強人かなと思って二番さんが一番新名高いと思ったんで二番さんの結果を聞けばいいと思ったから一番さんに入れてえっ、ー、と紙占い紙を発生させないようにした方がいいかなと思いましたただ今日に限っては一番さんが死んだと思ってるのでほ<ん>で、ね、番八がさんが狼やったらねあの占い紙入れちゃって一番さん番さん,噛んじゃうと あれ8番狼じゃねってなってしまうし、2番さん入れたら入れたで、1番さんから結果が飛んだときに、8番さんって苦しくなるのかなって思うから、ってかも何な7で黒つ連れて、1番さんがどこ見るかなんですけど、1番さんは初日は9ろか。うん。えっ、ー、と、8黒って打たれたときにはもう、多分無理やと思うから、私は8番さんが、えー、占い紙入れられなかった狼やと思ってます。とだけ落としておきます。8番。 のプレイヤーが発言しますはいうーん6番のその思考の転換が村でやってる可能性は結構あるなって思っていて6七狼の場合って9巻だらきつく、ね、<laughs> まあこれは4も同様だけど普通に申し訳ないけど1番は否定しただけど全然新ロールはあるかなってこれ言ったらめっちゃ。 疑われそうだけど、新郎郎じゃねって思ってんだけど、7コロ結果で9神ってどうやってつのグレーに462オカミってって思うんだけど俺は昨日の2週目の発言で4万が出てきてすぽいなって思ったのは7郎、1強2審の精査かな。ぱって発言それで出たのが俺は印象良かったし、俺もそう思ったから、ただ若干一番の強否定ができたのは、えっと、2、3、 7八が見えない、2八も見えないっつって、8を白はじきしたとこは、あんま今日っぽくないと思ったけど、昨日の段階では俺は2番が真に見えていたから、その4番の精査っていいなって思ってたから、4番が村に見えていて、6番の今日の思考の転換も若干村っぽいなって思ってるから、あー、ただ新郎論の場合、狂人一いねえのか。あー、むずいな。 正直、二番のシーンがあんまりないと今日の発言でなくなったなと思ったのは、うん、なんか三騎士ありがたいって言ってるける三角城だしあんまり <laughs> 嬉しくなくないと思ったしそうやろ西点って一強人で一が四釣れるのに違和感を感じてルノに四。全プレイヤーの発言が終了しましたこれから投票に移りますうーん6入れるか。 私はは8と戦う準備してる6・郎でしょみたいな。ただえ投稿されるプレイヤーは2番2番の遺言を発表してください。<laughs> いやごめんごめん、えっと、マジでちゃんと説明した方が良かったかなって思ってて、新郎楼は全然あると思ってます、あると思っているから、<laughs> 強人位置は3番かなって思っていました、<laughs> た昨日の発言から、投票位置もおかしかったと思っているから、えー、発言と投票位置の整合性が取れていないのは3番だと思っているから、新郎楼だった場合の一番強人筆頭位置は3番だから、は2日目になって6番の強人目もあると思っているから、ちょっと怖いと思っているけど、本選は普通に新郎楼のどっかに楼がいるだと思っていたから、 46で行ったえっに、6番ってね7番を2周目で釣りをしているんですよ、初日。だから67ってあんまり見えないと思ってて、2日目、7, 7からいきたいです。まあ、聞いてから聞めますけど、結局1番いってるから、確かに怪しいんだけど、6しろ結果で48を選ばせてほしい。お前のペースできんなくて、1番が4番釣りをしているから、なんかすげえ怖いなって思ったけど、新郎郎郎だったときの標準位置が、正直三画棋だった場合ってほぼほぼないと思っているから、 えー、しかも9番紙っていうところからね、9番の強って普通にあると思っているから、うんあのー、ないんですよ、強靭値がね、だから3番棋士でありがたいなって思ってたし、新郎郎ってほぼほぼないかなって思ったから、うんえー、3番ありがたいなって発言になったし、4番釣りで1本ですっていう発げを俺はしてます、えー、と3番に俺が釣り位置上げなかったって言ってるけど、4番釣りしかないっすよって2回ぐらい言ったつもりでした、ごめんなさい、伝わってなかったら。はい えーなんか怖いですね。新郎ロ郎ロだったら怖いので釣り切ってほしいし、まあ新郎ロ郎ロだった時の強靭一6番かなって思ったぐらいですね。はい。4番の郎は普通にあると思ってます。はい。ごめんね、釣れちゃって。夜が更けました。人狼に気をつけてください。人狼の貴様だ。貴様を撃つ。うん、どんなの <laughs> マジで。う <laughs>、はあ。うん。 いやこれはつれいなぁ。夜。昨夜は一名の方が亡くなりました。六番のプレイヤーが発言します。あごめんなさい。えっ、ー、と昨日二番さんに行った理由は二、うん、番さんが限りなく偽やと思って一番さんの結果を出させたかったからです。 で八番さんに入れてもよかったけど、二番さんかぎらける人どうったはちょっとまあ明日聞けばいいかと思ったんで、ていうかまず、あ、そもそも私が八番入れたところで釣れないんで、人外と思ってる二番さんに投票しました。お前巨人？ま巨人か？一応。 新郎郎やったら嫌なんだよっていうか、なんか私が強人んじんされるのも嫌なんで、絶対一番さんは釣った方がいい。さ番に進行任せるけど、一番さんは釣った方がいいなと思ってて、四八やったら聞くけど、めっちゃ迷ってる。うーん、やっぱ、占い紙入れられなかった八番なのかなと思って、私の評価出収し思ってるかもしれんけど、 8と4も比べてみないと分かんないですね。結構。でね、あのー、ちょっと、ちゃんと聞いてもらってたか分かんないけど、7番入れなかった理由、もう一回説明しておくと、7番が黒だと思ったから入れなかった。4番さんは、7入れてるじゃんじゃなくって、3、4番面で全然ラインって切れるんですよね。うん、私は7が黒やと思ったからこそ入れなかったっていうところだけはちゃんと拾っておいてほしいかな。うん、占い紙入れたくなかったという理由で、 七に入れませんでしたって、そこを取って、さらに黒って見るんやったら、ちょっと話変わってきます。うん、今日は一番入れます。八番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、これで新郎郎じゃなかったら、マジで五番さんに謝りたいかなって思ってます。うん新郎郎七、二七かなって思ったから。 まあ一番手マックス強かなとは思っているかなえ。え、あるあるある、え、ある。ああ、46かー。うん、2? 2> まあ、率直に考えたら67だけど、67だった場合に、7黒結果見せたら6って、まず6から釣り入らねああ、6釣られるよな。 6七で9かみってあとも1二一二から囲われてる可能性がなかった場合に6って釣られね6黒結果見せられたら終わるよね。あああんまり6のオオカミ終えてないから消去法で4番かなとは思っているかなあと2番の芯があんまりないと思っていて7黒でしょ。 普通に1の使命がある、うん、高いかなって思っているから、まあ1で終わんなかったら4かなって思ってます。まあ今日は1番に入れます。1番のプレイヤーが発言します。6番3白ね。6番3占って6番3白で僕今日決め打ってほしい 決め打ってほしい8と4の色が見たいです。8と4に関してはどっちも気になる要素がある。八番さんは初日に白いと思っていたけれども、八番さんは今日に関、今日、昨日、今日に関して言えば、八番さんの黒もあるかなというふうに思ってる。えっと、別に僕の強人置きはいいんですよ。僕の強人置きで4、6精査で6が、えっと、あんまり狼っぽく見えないから4なんだよな、でも1行くって言うんだったら、僕をね、あの、 僕狂はは人あるいってことでしょ八番さんはだったら今日詰めてよって。で八番さんはなんかこれで新郎老だったら謝ります。そ謝る必要ないじゃん僕ロラするんだったらってなかなかちょっと逃げてる印象もあったしえっと、六番さんきの占った理由なんだけど六番さんって四じゃなくて八が狼だと思うって言ってえっと七番に入れてない人物だったから僕は六に票を変えました。本当は、えっと 僕の段階では4番さんに入れようと思ってるんだけど、6に票を変えた。今この盤面って、色を見るというよりは、4か8どっちか釣って終わんなかったら、その終わんなかった方が黒なので、えっと、僕を決め打って4、8ローラー。これを頼みたいですね。これを頼みたい。で、僕は、えっと、別に僕が決め打たれたらど、あの正直勝ちだから、8、4ローラーできればいいけれども、今日否定要素として、僕は8番の方が黒かなと思うから、8番さんに入れたいと。 言いますここで僕の強人を捨ててほしいと思ってる3番さんに期待したいけど僕は8の方が狼かなと思ってる3番のプレイヤーが発言しますはいおはようございます3番です非常に迷っていますねこれは6月最後の大悩みですね正直1を残したいという自分もいる今んいいよ頑張れ 1>, 1が46で5と3っていうのは結構4のなんだろうな 白よ白要素ではないな。黒要素を拾えていなかった、3号っていうのはね。いいでそこで6に投票して、っていう1の強人目ってあんまりないと思うん,んだよないいよ。いい光ってるよ。唯一の懸念が2が死んだった時き、に対して、人気が。<laughs> うん、で、1の8をね、怪しむ視点はわかる。8、6だったら8の方が怪しく見えるかな。 うん8番がずっと新ロ朗を追っていて、でただ8の発言で、いやでも1は新っぽいんだよね、でも釣るっていう、8がそこまで、なんだろう、新ロ朗を主張しつつも1の新を拾えているのであれば、1残すっていう選択肢も出していいんじゃないのって思ってしまったないい思ってしまったなあまず2は新だったら申し訳ない。 で、そして46にいる村に対して、18どっちかからいきましょう。えっと、1を安定で釣りたい人もいるかもしれないけど、えっと、グレー釣りの場合、ブレるとよくないので、1真の時の6は外して84なんだけど、8の発言にしろ要素が俺は拾えないんだいいよ !4 番分かってるだから18ランでいきましょう。僕は18いってもいいかなとちょっと思っています。4番さ,さん。分かってるー ?6 の8がたかってるでしょ僕は8入れるよ。38入れるって。4番さん。はい、よろしくお願いします。 もう僕は8で終わると思ってますよ。8の発言で、ごめんなさい、3番の言葉を借りまして。かっこいい。えっと、一がんやと思ってるけど、1をすりたい。まあ、これ安定思考のおかもしれませんが、8番さんが1を死んでおいてるなら、1を生かしてもいいじゃないですか。それは、1番が、えっ、ー、と、今日の時点、6白だったから48に狼がおるという1が死んで、そこで自分が占われたくない自由精査じゃないですかね。だから僕は8で終わると思ってますよ。 だから、7、6、2、今日、1、新。で、えっ、ー、と、8番はついでに言ったら、昨日、3と5が、えっ、ー、と、4、6で行こうと言ってたんですよ。4、6で行こうって言ってて、2行ってんですよね。まあ、それは6番さんも同じですけど、私は1が死んやと思ってるんで、6は、まあ、村。だから、その8が2入れてんのが意味がわからないです。 なんなら、えー、っと、今日の8が、まあ、1深夜と思う、1釣りたい。で、えー、っと、1が6に白出ししてるから、消去法で4釣りたい。これは圧倒的には6の評価集ですよ。はい。だから、もう今日8で終わ,ない終わりましょう。終わるっしょ。って思ってる。8のその2投票とかいろいろつなげたら、もう村じゃないやろ。8狼やろ。 七八ロロっすよこれ。私は八に行きたいと思ってます。てか八に行きます。一新し新新規目でいいでいいと思ってます。この発言で一に行くなよ。六番三番怖いから。その疑いにはどんな根拠があるのか。貴様だ。貴様狼なんだろう。その疑いにはどんな根拠があるのお。お願いお願い勝ち連れてお願い勝ち連れてお願い。 <laughs> よかった。気持ちいい。東京が終了しました。が一入れてる。追放されるプレイヤーは八番。番の遺言を発表してください。いや。マジかよ。何のために二番を釣ったんですかね、この村は。まあ,あ。六番。四番強人なら納得だなとは思いましたね。 6番、うん、だって7黒見えてて6番がオオカミで9冠で逃げれなくねって普通の思考だと思いませんかねえだったら昨日2番詰める必要もなかったと思いますけどえ、ね、らすぎる4番新郎郎があるからろラしたいって言って2番を詰めて。 ここでグレイいや僕はあの四の教授なんて信じないよ。ああ<ー>。悪しき。まあ多分負けだと思いますよ。夜がましたジャッジ暴虐の王、シラム。クローチします。ます私はただの石。私はただの石。私はただの石。黒なのよ。黒なの、四番黒なのよ。 昨夜は一名の方が亡くなりました。三、四番のプレイヤーが発言します。いやー、一番さん、ありがとうございます。正直、ミスられた時はほんまに無理たこれは、なん <laughs> か七出て、ミスられて、うわ、負けたって思いましたね。はい、これは今日。だから、もう今日、自動票でもいいです。えっ、ー、と、ジン二人、生き残るなら六釣りでもいいです。 ほんんまになではいいや、あよかった。最後に、あの、一番動画映えすんじゃん、これ。生放送も結構映えたんじゃないですかいや、怖かった。いや、お前、巨人か本当に言ってるのかいや、苦労だ。騙されるなよ。6月最後、一番いい仕事をさせていただきました。いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。発言をして…いや、かマジで。 いやー、あの、<け>ハさんと同陣営や,やったんで、ほんまに嬉しいで。ですよ。今日、えっ、ー、と、僕は陣間二人生残りたいんで、ロック釣りたいんですけど、まあ、そこはもう一番さんに復従します。僕は巨人なんでいいえ自、自投票でもいいです。そこは一番さんが決めて勝手に自投票してくださいよ<上><番>一応投票先を言うから一応、一応投票先を流すけど。いやまあ、4に入れるんですけど、うん。いや、もう、私は4が来れと信じる。うん。 うーん8番さんが村やってごめんねって感じなんやけど。そっか、4黒に見えへんかったん、狂人やったんかな。てか、2が急に偽臭く,くなったから2行っちゃった。ごめんなさいね。まあ、4に入れますね。うん、4が、あの、狼野のに狂人ぶってるって可能性にかけて、4に入れます。<う>いやー。 1番のプレイヤーが発言します大丈夫です、ロックンさん。安心して僕死んだから。4番さんは昨日の段階で僕が死んだったらどっちにしろ勝てないから、蜂が釣られた瞬間に狂人使用した狼です。かけたんでしょ ?4 番さんは7番という相方が釣られちゃったから2番さんと1番の、2番1番の決め打ちをしてかけたんでしょうね。もう1番さんが狂人だとかけた 愚かな、ジャチ病、噛みました。ジャチ暴虐の王、シラモ。倒しましょう。4番が黒。47ローロー2強人です。あのね、単体で黒いと思ってたのよ、僕は。だからそれで4番さんが、あえて、なんか狼、じ狂人ですっていうことによって、6番さんが、あ、じゃあ1狼かっ。つって、4番が、あわよくば1を釣ろうという魂胆ですよ。騙されなくていい。4番3に入れよう。 この、愚かなジャ暴虐の王釣りましょう4釣りでお願いします私はただの石私はただの石私はただの石 <laughs> <laughs> 貴様地投票しろそして否票満場一致の4投票狂 <music> 強人ですありがとう 投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。いや、よかったー。え。あ、旧騎士。あ、旧騎士なの。いや旧騎士あるなーって思ったな。さんまさんはなん、何のあれだったの。 えっと9俺が1、2で角白が出ているから、で7黒が落ちてるでえで、えっと、1、2、新居で読んだったら3の強ってあんまり追う人いないから、棋士がもし8、6、4にいるんだったら、騎士保護でアーマーができるし、9で落ちてるんだったら、まだ9、騎士がいるっていう場面を残したかったんだけど、9で落ちてたんだね。 言ってました自分もね生きてたら9噛んでましたほんとに9を絶対に考察から外したから僕9騎士なんて全くつけてなかったけど,たけど標準がなさそうだと思ったのと怖えから噛んだ <laughs> あ,あ、そうなんだいや4の<は>4の陣外ってあれ遺言語で一番さんに教えたのも分かりました4絶対陣外だからってだから4に黒打たないですよってそう言ったつもりなんとか一番かいや分からなかった <laughs> 分からないな分かる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 分それ伝え 何か4番さんじ「人狼ですよ1番さん」みたいなこと言ってたからな何を何だ何だと思ったけれどもちょっともう7が釣れたからこれからどうしようっていうあの話に必死で2が釣れた時には泣,き泣いてましたね絶望しました本当にああロラだと思って本当にに何とかなってよかったなと思いました3番さん最後迷って4番の発言聞いて1に変えたんですかそうですね4の発言 というか、あ、そうですね。四の思考を聞いた上で、八の発言を聞いて、八が村に見えてきて。これ一行かないとやばいなと思って。あ、なるほど。いや、まあ、よかった。お疲れ様でした。ありがとうね。はーい、またお願いします。<laughs> またお願いします。ありがとうございましたー。八番さん、ごめんね。いや、よかった。気持ちよろしい。い<や> <GG> 登録、高評価、ぜひお願いします。ありがとうございます。